いや、やっぱ、まあ、どうしようかな。今日動画出るのハロウィンなんですよ。いや、うん。あ、一応、そうね。一応ね。季節感も出しといた方がいいか。伸ばすためにはね、季節感大事だからね。季節感入れとかないようじゃ無理か。季節感はね、入れとかないと。入れまーす。いやあ、みならし。何やってんだよ。イケメン路線で行きたかったのに。いやあ、みならし。大木戸研究所、所長、大木戸じゃ。本日は、宮崎県のお土産を食べていこうと思うんじゃの。先日、わし、北川の葉沼という道の駅に行ってじゃの。お土産をたくさん買ってきたんじゃ。その中にポケモンとコラボしたやつが何個かあっての、今回はそれを紹介していきたいと思うぞ。もう今日のこの感じのクオリティはもうハロウィンじゃから許してくれ。金がないとこういう仕上がりになるんじゃな。今日紹介するお土産とお土産を買った場所は概要欄に書いてあるから絶対に見るんじゃぞ。それではみんな一緒に、ピッピカチュウ。それではまず最初の商品はこちら、辛いもプレーン宮崎限定じゃ。辛いもきび砂糖を使用したコクと深い味わいのある独自のキャラメルで、九州産のさつまいもをコーティングして出来上がる、美味しい優しい新しいがコンセプトのお菓子。カリッとした食感が癖になる一品。わしこれ食べたことないんじゃの。見てくれ、パッケージにナッシーが2匹もおるんじゃな。みんなはナッシーというポケモンを知っておるかの。ナッシーというポケモンはたまたまというポケモンから進化するんじゃな。今日はちょっとないんじゃが、そのたまたまとコラボした商品もある。宮崎には金柑たまたまというみかんのちっちゃいのがあるんじゃな。それとコラボした商品があるんじゃ、まあ、それ結構空港とかでぐらいしか売ってないらしいから、ちょっと空港とかに行った場合は、買ってみるといいかもしれんの。それではね、早速食べていきたいと思います。オープンじゃ。あ、めちゃめちゃいい匂いがするの。ほぼ芋けんぴじゃ。見てくれ、こういうチョコレートがゲーセンとかにあるよね。早速いただいていきたいと思うぞ。ピッピカチュウ。芋けんぴじゃ。ほぼほぼ芋けんぴじゃの。わしはこういうお菓子大好きじゃ。ジジイじゃからの。ポケモンにあんまり馴染みがない君たち。これなんでナッシーが、こう描かれているか知っておるかの。これナッシーというポケモンは、まあ、宮崎のポケモンということで認定がされておるんじゃな。まあヤシの木っぽいからじゃない。首が短いナッシーと首が長いナッシーがおるやろ。これ住んでる地方が違うんじゃな。まあ育ち方によってこういう違いが出てくるんじゃ。ポケモンの世界の話。首が短いのが、まあ普通のナッシーじゃな。で、この首が長いのがアローラ地方という場所に住んどるナッシーなんじゃ。まああれみたいなもんじゃね。まあ宮崎の中でもまあ北部と南部じゃちょっと方言が違ったりするじゃろ。まあそれと一緒じゃ。方言が違うナッシーたちですね。普通のナッシーがフェニックスで、アローラのナッシーがワシントニアパームみたいなもんじゃ。そういうこと。わかりやすい。このポケモン非常に宮崎で例えやすいの。いやまあそんなことより、このキャラもめちゃめちゃうまいな。これいつまでも食べれるの？これ茶が欲しい。宮崎限定じゃ。次の商品はこちらじゃ。ごぼちプレーン醤油味じゃ。ごぼち。安心、美味しい、ボリュームたっぷりで人気の宮崎にあるお弁当屋、ニコマル堂が発祥。食物繊維の多い国産ごぼうを使った一つ一つ手作りの無添加揚げ菓子で、今では全国にまでファンが広がっている。お、ここにナッシーがあるの。お、ここにもナッシーがおる。これナッシー。みんなナッシーというポケモンを知っておるかの。これは、まあ、たまたまから進化するポケモンだな。これわしさっきも言ったっけ？もうそろそろダメかもしれん、わしも。もう、年じゃね。これ、ごぼちっていうのは食べるの初めてじゃな。辛いもん、プレーン宮崎限定じゃ。わしこれ食べたことないんだろ。全然食っ
ったことないわし、宮崎のお土産。お土産だからな。あの、宮崎に住んどったら、あんまり食うことないんじゃ。まあ、これを機会にね、みんなも食べてみるといいぞ。あ、これわしさっき言い忘れたんじゃが、まあ、これだいたいいくらじゃったかの、わしの動画2000回をだいたい3回分ぐらいじゃ。そんぐらいだった気がするの。激渋じゃ。これもだいたい同じぐらい、確か。あんま覚えてない。書いておくぞ。早速食べていきたいと思うぞ。あ、めっちゃ濃厚じゃ。きんぴらと同じような匂いがするの。まあ、中身はまあこんな感じですね。まあ、ごぼうをまあこうスライスした時の、あの、揚げたやつって感じ。じゃあ食べます。ピカチュウ。おお、これめちゃめちゃうまいぞ。みんなが普通に食べているポテトチップスをより味わい良くした感じがするの。ごぼうそのまんまじゃから、そこら辺のポテトチップスより栄養価は高いはずじゃ。香ばしい醤油の中にごぼうがぐーんと突っ込んでくる。こりゃうまいな。わしこういうのも大好きじゃ。じじいじゃからの。これめっちゃうまい。食物繊維いっぱい取れてうんこがいっぱい出そうじゃ。便秘マンなんじゃわし。便秘マンじゃからな。これめっちゃうまい。わしめっちゃ好きこれ。お、これすごくいいのがあるぞ。これナッシー2種類いるんじゃけども、これなんでかわかるかの。首がない方が普通のナッシーで、首が長い方がアローラナッシーじゃ。ワシントニアパームと、あの、フェニックスぐらいの差じゃな。この話わししたっけね。もうそろそろ引退を考えた方がいいかもしれんの。よしよし。だんだんポケモンの種類も増えてきて覚えきれん。最近意味わからんポケモンも。なんじゃあのネズミが集まっただけのポケモンとか。本当に結構よくわからんの。しょっぱいの食べると甘いのも食べたくなってくる。悪循環じゃ。わしどっちも好き。わしこれどっちも好きじゃから読んじゃおっかな。ここで一句。ナッシーと宮崎県はズブズブ。ちょっとあんまり表現良くなかったからやり直します。ナッシーと宮崎組んだら間違いなしということで、みんなもポケモンゲットじゃぞ。ということで、今日の動画は以上です。いや、みんなもね、絶対にこれは食べた方がいいと思うんじゃな。めちゃめちゃうまい。他にも、ポケモンとコラボしたお土産はたくさんあるみたいなので、みんなも見つけたらゲットじゃぞ。今回紹介した商品の詳しいことはすべて概要欄に書いてあるから、みんな見てくれよな。これわし、冒頭でも言った気がするんじゃわ。もうそろそろやばい。もう本当にやばい。行く。これやだ。あんまり俺こういうのやるの好きじゃないのにな。きちかった。マジで。終わり終わり。